ご覧のようになりました、はい、おお。とりあえずバーっと書いていい。どうぞどうぞどうぞ。好きなだけ書いて。風太郎って書いてあります。風太郎率高いな。風太郎はだから。風太郎書いてみる。あ、一回じゃあ、まあ、一回二人で風太郎書いて。そう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 、ね、風太郎書いて。え、風太郎ってどんな顔してた。風太郎。風太郎。どうやろうな。あとは何でしょうね、ライハーとか肉まんとか抹茶ソーダとかいろいろありますけど。風太郎のちょっと分け目がわからない。あとなんだ、わコメント早すぎて全然読めないやすごいね、みんな書いてほしいのいっぱいあるんやね。パンケーキとか、あ大丈夫ですよ、もう全然流していただいて。あ、おばあやっぱ肉まんが多いですね結構ね。まずい、風太郎の、うん、あのウェディング風太郎。あ、結構ちょっとうまく描けましたね。あ、ほんと。お、じゃあもう、おー今ちらと私は見てしまいましたけれども、まあまあ判断皆さんに委ねましょう。なんか、いつもの風太郎ひなたの大丈夫ですか。口トロトロになっちゃってるじゃないの、自分の絵の自分の絵を見たかゆえに風太郎よりちょっとイケメンにかけたと思う。あ、すごいじゃん。じゃあもう伊藤さんから行ってみますか。いいですよ、伊藤さんの風太郎はご覧のようになりました。はい。こだわりはどこに、どこが風太郎らしいと。眉毛ちょっともう一回やってください。でさ、これが風太郎の眉毛。眉毛。眉毛ですね。どなたって言われてるんですけど、こだわりは目に光がすごいあって、はいはいはい、多分なんか目の前にお金があったりとかするのかな。なるほどね。あのキラキラしてる時の風太郎。キラキラしてる時の風太郎です。いわゆる椎茸目みたいな。はい。皆さんこう眉毛がこう風太郎ですからね。やっぱ風太郎を全て再現するのは難しいと思いますよ、はい、だって今空で覚えてる風太郎出してるから結構個人的にはうまくいった方だと、うん、そう思わない人も眉毛はこれ見てください。眉毛が風太郎だからこれね、こう眉毛は風太郎ですからすごいどんどんアップに移してくれる。ありがとうございました。ありがとうございました。え、風太郎ってなんかいざ描くと分かんないね。確かに難しい。いけました。はい、じゃあはい、こっち、おー、あれどんな感じだったっけ髪型。ゴーホーク。確かに髪型でもあのこんな感じだそうだよね、襟足っていうよりはなんかな、ね、わかる前が そっちは正しいです。あ、こっちは正しかったのか、はい、さくらさんはどこが風太郎っぽいっていう。いや本当は、うん、あの上を入れたかったんですよ、この感情表現すら、はいはいはい、そう四つ葉のあのリボンみたいなやつ、うんうん、アホゲー、アホゲーですね、バランスあれで入んなかったのと、うん、髪型の印象がゼロ。風太郎のなんかちょっとなんか多分ライハちゃんが切ってるからちょっとこうモサッとしてるイメージですよね、やっぱりあのちょっとオタクっぽいというか。そうで目つきが悪くて、そうすごいなんか口元の表情とかっぽいですよね、うん、なるほど、わからない、まあ、なんかやっぱネギ先生ってすげえな。やっぱそう、先生は改めてすごいなと。いやすごいですね、いうところでありますけれども、はい、さあということで、こういうコーナーじゃないですよね、風太郎かけのコーナーじゃないですよね。そうあのね、あまだ違う、し風太郎は多分もう実装されないと思います。え、全然別のものでいきましょう。